では私の今日のハッピーポイントを発表させていただきます。今日は幼稚園で新年お楽しみ会が行われました。ホールの方で10時から始まったんですが、書き初めだったり、あとは羽根つきだったり、お正月ならではの遊びをみんなで見て楽しむことができました。そして途中獅子舞も登場したんですが、私は獅子舞役だったのでよく見ることはできなかったんですけど、幕が開いた瞬間にすごい鳴き声が聞こえてきてきっとつぼみさんとかね、翔さんのちっちゃいお友達は怖かったんだろうなって思いながらやってたんですが、まあ、ペープシャートとか楽しいこともたくさんあったので、みんな楽しく参加できている様子を見ることができました。はい、そして今日の給食はお楽しみメニューということで赤飯いなりや、エビフライ、あとは紅白なますあと、ことぶきまんじゅうなど、すごい豪華で、もう見た目もすごく素敵で、みんなで美味しくいただくことができてよかったです。以上です。ありがとうございました。